お疲れ様です。長倉です。今日はですね、友道博士とですね、実は先日、打ち合わせをしてきまして、その時にね、ちょっとお伺いした話をしていきたいなと思います。友道博士といえばですね、本当にこう、認知科学者ということでですね、洗脳の専門家とか、脳の専門家みたいな、脳科学の専門家みたいな、感じで、考えている方多いかもしれないですけども、本当にこう何でも知ってましてですね、本当に俺なんかは17年ぐらい前から、ずっと仕事させてもらってまして、本なんかもたくさん作ってね、る中で本当にベストセラーもたくさん作らせてもらいました。そんな中で一緒にねいさせてもらって、こういつも思うのはやっぱりこうマジで正確だってことです。情報が、情報がマジで正確だったところで、そこをね、あって、今回もですねお話聞いてきて、これちょっとみんなに伝えなきゃなということで、本当に特別にというか、俺のね、人気のない YouTube に、見てる方だけにですね、伝えていきたいなというふうに思うんですけども、すでにですね、戦争経済、これからかな、これからもう世界は戦争経済に突入するみたいなね、話、がありまして、詳しくはですね、友道博士がどっかで言うときにね聞いてもらいたいなと思うんですけども、確かにこうね皆さんも見てて思うと思うんですけど、今回のイスラエルとかねハマスの話ですよね、なんか見てても思いますけど、本当いきなりってはいきなりだし、じゃあ何のためにっていうのもあるし、あとは本当にね、いろんな情報が流れてくる中で何が本当なのかわからない、とかも含めてですね、もうすでにこう戦争に突入してんだよということです。そして、俺らも戦争に巻き込まれてるよということで、でこれからはどんどん戦争経済になるみたいな話をですねちょっとちらっと聞きまして、ということはこれからは世界中でいろんな戦争が起きていく、そしていろんな戦争が起きていって、それで経済回していくみたいな、流れになっていくのかななんていうふうに思ったりとかねしてます。じゃあそんな中でねどうやって生きればいいのか、そんな中でどうやって生きればいいのかっていうところなんだけど、やっぱり俺自身もですね、やっぱりその情報をどこから得るかってすごく重要だなっていうふうに思ってて、それの、俺の情報源のね、本当に最大のもの、最大であり最強なものは、友道博士からなわけですね。なので、そういうね機会も、作っていきたいなと思ってます。皆さんがですね、本当に今後戦争経済になるにあたってどうすればいいのか、どうやって生き残ればいいのか、みたいなところをですね、予告っていうかみたいになっちゃいますけども、今日はね皆さんに伝えたいのはもう戦争経済になると、これからはと、まずこれが1個ね。でそして、最新情報をどこから得ればいいのか、それはやっぱり友道博士からなんじゃないかなと。でそちらの方のですね、企画も、しているということで、ちょっと予告めいたことも含めて、今日はですね、お話しさせていただきました。本当にですね、もう戦争をやるしかないっていう雰囲気なの分かります？なんかこういろんな意味でね、なんかいきなり岸田総理もなんか、これもね、憲法改正だとかまた言い出したりとか、日本人もですね、防衛費を上げたりとか、も含めてですね、非常に、もう避けられない状況なのかなと、もちろん戦争反対なんだけどね、これはもちろん、なのかなというふうに思います。で、そんな中で自分たちがやれることって何なのか、自分もしくは、自分の家族、自分の仲間、だけでもですね、どうやって救えばいいのかっていうところを、俺もですね、いろんな、メディアを通じて、皆さんにですね、お知らせしていこうかなと思ってますんで、今後ともですね、これからの情報、長倉からの情報を楽しみにしてもらいたいなと思います。